今朝、国内最大の鶴の越冬地出水市の出水平野で今シーズン第一陣となるナベヅル5羽が飛来しているのが確認されました。今日午前6時過ぎ、出水平野で地元の人たちが昨シーズン北帰行を行わなかった群れとは別に5羽の鶴がいるのを見つけました。そして連絡を受けた県鶴保護会も午前9時東干拓に5羽の鶴が降り立っているのを確認しました。県鶴保護会によりますと、鶴の第一陣の飛来は去年は10月12日でした。出水平野では26期連続で万羽鶴となっています。